はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。セールの時期が続いてますが、皆さん、いい買い物はできてるでしょうか？今回はですね、プラグインアライアンさんのサブスクリプションがまたキャンペーン入ってますので、そちらの話と、デモ曲をすべてプラグインアライアンスのプラグインだけでマスタリングまでしてみました。そちらなんかも聞いてもらって、プラグインアライアンスのサブスクリプションがどんなものかなっていうのをご紹介したいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、行ってみましょう。はい。プラグインアライアンスさんのサブスクリプションなんですが、3種類あって、月々、今キャンペーンだと、$9.99 のメガ L。月、$19.99 のメガ XL。月$24.99のメガ XXL と3種類あります。年払いだとメガ L が$99.99、メガ XL が$199.99、メガ XXL が$249.99と、年払いの方が少しお安いんですが、まあ、サブスクリプションいつまで続けるかわかんないなっていう方は、月払いの方が、いつでもやめやすいかなと思います。で、内容としてはですね、正直ですね、一番安いメガ L で十分だと思うんですよね。プラグインの数もさほど変わんないです。180以上のプラグインということで、ある特定の 3D のプラグインぐらいが外れるぐらいで、他はほぼすべて使えます。あとは、マスタリングをオンラインでやってくれるサービスがあるんですが、それの数とクオリティですね。メガ XL と XXL の方は HD クオリティになります。さらに、メガ XL と XXL の方は、マスタリング用の DAW が付属します。ですが、DAW に関しては、ご自身で使い慣れてるものを使うっていうことが多いと思いますので、この辺はあまり、アドバンテージにならないかなっていうのが実際使ってる人間としては思うところですね。で、そうなると一番安いメガ L で、全然十分じゃないかなっていうところになります。で、今$9.99だと、1416円ぐらいという感じになります。まあ、為替の具合によって値段は変わってくるんですが、だいたい1400円から1500円前後ですね、今。で、月々払うという感じになります。で、ほぼすべてのプラグインが使い放題ということになりますので、なかなかね、コスパはいいんじゃないかなと思います。ではね、ちょっとデモ曲を用意しましたので、そちらの方をですね、プラグインアライアンスのプラグインだけで音作り、マスタリングまでしてますので、ちょっとご紹介したいと思います。あ、そうそう、一つ言い忘れたんですけれども、キャンペーン中に契約すると、ずーっとそのキャンペーン価格です。解約をしない限り、一生その価格でサブスクリプションを受けることができます。結構ね、そう考えるとお得じゃないかなと思います。では、ご用意したデモ曲に行きましょう。まずはね、ドラムから行きましょうか。ドラムは、音源は、イージードラマ3です。で、こちらをパラで出して、ドラムバスの方でエフェクトをかけています。ではですね、このドラムの、まずは、スノートを鳴らして、途中でエフェクトをオンオフしてですね、エフェクトが入った時と入ってない時の音の違いを聞いてみたいと思います。
はい、ドラムはこんな感じですね。一応ですね、今、音作り、トラックごとの EQ はオンオフしてますけれども、マスターチャンネルにかかってるエフェクトはもうかけたままになってますので、まあ、マスターの方でもエフェクトがかかってますので、完全なね、イージードラマーの素の音ではないんですけれども、ドラムバスのね、エフェクトをオンオフするだけでもかなり音変わりますよね。で、今ドラムに使ってるのは、バックス EQ ですね。結構ですね、派手な変化はしないんですけども、絶妙な変化をしてくれるので、この EQ 僕大好きなんですね。で、それと、キルイホフ EQ。で、2段構えで音を作って、最後ですね、リミッターを一応かけてあります。まあ、その程度の音作りなんですけれども、結構ね、ハイの抜け感とかが良くなると思います。あと、張りも出る感じですね。はい。では次にですね、ピアノに行きたいと思います。今回ご用意したデモ曲は、ジャズにしてありますので、ピアノもですね、ジャズっぽい音源ということでですね、アートリアさんの、ピアノ V2 を使ってます。で、そこに、キルイホフ EQ だったり、ミレニアのコンプレッサーですね、とか、ハリス・ドイルの EQ ですね。に、あと、リミッターをかけて、という感じで音作りをしてあります。で、こちらもですね、プラグインをオンオフしながら、音を聞いてみたいと思います。では、行ってみます。はい。では次は、ベースに行ってみたいと思います。ベースの音源は、ユージャムのメローです。この間ね、プラグインアライアンスさんで、何でもいいから何か買うと、もらえるというリストにも入ってたユージャムのメローなんですけれども、ここでね、僕はまあ前から持ってるんですけれども、これを使ってみて、ウッドベースの音ですね。ジャズの音源なので、ウッドベースの音がどんな感じかなっていうのを聞いていただけるといいかなと思います。で、今回もすべてプラグインアライアンスのプラグインで音作りをしています。こちらをオンオフしながら聞いてみたいと思います。使ってるのはリンデルの50シリーズですね。こちらとキルイホフ EQ でリミッターをかけてあります。では、聞いてみてください。はい。では、次に、メロディーに行ってみたいと思います。メロディーに使ってるのは、UVI ワークステーションで動くキックアスブラスですね。これのトランペットを使ってます。で、今回は、
エクスプレッションとピッチベンドは使ってるんですけど、アーティキュレーションは一切使ってないです。で、この音源に対して、キルヒョフ EQ をかけて、で、リンデルの50チャンネルですね。こちらをかけて、で、マーグ EQ でさらに、ピンポイントで押した帯域を調整して、で、リンデルのディエッサーですね。こちら。これで少し痛いところですね。トランペットの痛いところを削ってます。で、LA3A ですかね、こちらはね。のエミュレーションのコンプレッサーをかけて、最後、リミッターをかけてます。で、やっぱりね、プラグインアライアンスの EQ の中にキルヒョフ EQ が入ったっていうのはすごくでかいですね。アナライザーを見ながら自由に、帯域を調整できるこのタイプの EQ が今までプラグインアライアンスさんの中になかったんですね。EQ って結構つまみの多い、EQ が多かったんですが、この最新のね、タイプですね。プロ Q3 的な感じのEQ が加わることによって音作りがすごくしやすくなりますよね。なのでまあもうほとんどのトラックにキルヒョフ EQ はこうかけるような感じになってます。で、今回はプラグインアライアンス縛りということで、アライアンスさんのプラグインだけで音作りをしてますが、普段はねこんなことはないので、いろんなメーカーのプラグインを適材適所で使って音を作るっていうことをするんですが、今回はプラグインアライアンス縛りということでね、なかなかね、苦労しながら音作りました。ではメロディーの方聞いてみてください。はい。では、マスタートラックに入れてるプラグインをオンオフしたいと思います。ただ、マスタートラックですので、すごく音量が変わりますので、これはね、あんまどうなのかなとは思いますけれども、まあ、マスタートラックの方に入ってるエフェクトですね。キルヒョフ EQ。で、ベタメーカーのバスコンプですね。で、プロオーディオの DSP の V、DSM-V3 ですね。と、BX リミッターのトゥルーピックと。ね。コンプレッサー、3つも入ってます。で、これで結構音量が変わるのでお気をつけください。ですので、オンにした時の音量がガンと上がりますので、そちらに合わせとかないと、耳が大変なことになりますので、お気をつけください。では、行ってみたいと思います。ではですね、最後に
普段通りですね、いろんなメーカーを使ってマスタリングした音源と、プラグインアライアンス縛りでマスタリングした音源ですね。こちらを交互に切り替えてみたいと思います。で、普段通りやった方は、T-Lux、IK マルチメディアの T-Lux だったり、パルサーオーディオ、であとアイゾトープ、ユニバーサルオーディオ、あともちろんプラグインアライアンスも使ってます。あとウェーブスとかですね。主要なブランドのものは一通りトラックごとに適材適所で使うようにしてます。で、一方ですね、青い方ですね。青い方のトラックは、プラグインアライアンスのみで音を作ってます。で、どう聞こえるかっていうのをちょっと聞いてみてください。では、行ってみます。はい、いかがでした？意外とね、並べて交互に切り替えるとなんかそんな違いはないかなっていう、まあミックスしてる人間が同じなので、なんか結局似た音作りになるのかなっていうところはあるんですけれども、なんかそんなに差はないかなっていう感じですね。ただやっぱ作業手順として、いろんなメーカー使った方がやりやすいっていうのはあります。ここでこのプラグイン使いたかったけど、アライアンス縛りだと使えないみたいなところがあるので、まあ、そこでなんとか、そのイメージした音に持ってくっていうところで、じゃあこれ試そうかなみたいな感じでいろいろ試して、でも結局最終的にはまあ似たような音作りになってきてるかなっていうところなんですけどね。で、まあ毎月1500円いくかいかないかで、いろんなプラグインが使えます。で、もちろん他のメーカーにも素晴らしいプラグインがいっぱいありますので、いろんなね、選択肢が増えるという意味で、サブスクリプションもありじゃないかなと思います。結局、自分の手順的に使いやすいものを使っていくので、使用頻度っていうのはものすごく高いかって言われたらそうでもないかなとは思うんですけれども、まあ、選択肢としてね、このトラックにはやっぱり合わなかったなっていう時に違うものを試すっていうこと、その試せる選択肢が非常に多いのはそれはそれでいいかなと思います。もちろん迷うこともあるんですけれども、必ずしもね、高級なプラグインが、合うとも限らないので、いろんな可能性を試しながら音作りをしていく。で、使ったことないプラグイン使ってみると新たな発見もありますので、なんかそういうのも楽しいかなと思います。ということで、今回はプラグインアライアンスさんのサブスクリプションがキャンペーンをやってましたので、その実力の方をご紹介してみました。もしね、参考になればいいなと思いますし、サブスクリプション始めてみたいなって人が、増えればいいのかなと思います。ということで、今日はこの辺にしたいと思いますので、また次の動画を楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録なんかもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。